今回はろうそくの2を作ってみました。ケーキなどにこう爪楊枝でこのように編み地を刺してケーキなどにつけるとお誕生日ケーキみたいになると思います。写真で撮ったりすると可愛いかなと思います。細編みだけで、数字の部分は作れるのでぜひ作ってみてください。材料は中細の毛糸、かぎ針は3号から4号です。編み図についてです。編み図は見にくいので表にしています。記号はこの通りです。1段目から表に沿って編んでいきます。立ち上がりの鎖編みは省略しています。例えば5段目だと 3XV×6 となりますが、この場合は細編みを3つ増し目を6回繰り返すということです。目数は 5×6 で30目となります。増減は4段目と比べて6目増えます。では作り方を説明していきます。左手に糸をかけて針に糸を当て回転させ輪の中を通して糸端を引き締めます。この次の目からが1目目となり11目鎖編みを編んでいきます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、次は2段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んで立ち上がりの目の隣の目の上の半目に針を入れて細編みを編んでいきます。細編みは11個編んでいきます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、次は3段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んで同じように11目細編みを編んでいきます。11目編み終わったら立ち上がりの鎖編み1目立ち上がりの目を飛ばして同じく11目細編みを編んでいきます。11目編み終わったところです。次は5段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら減らし目をするので針を入れて糸を引き抜いて隣の目も針を入れて糸を引き抜いたら3ループ同時に糸を引き抜きます。細編み1目編み次は増し目になるので
1目に対して2つ細編みを入れていきます。次は6段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んで増し目になるので、この1つの目に対して細編みを2つ入れます。普通の細編み1つ。次は減らし目です。針を入れて糸を引き抜いたら、そのまま隣の目の目に針を入れて糸を引き抜き、3ループ同時に糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、減らし目なので糸を引き抜き、隣の目も糸を引き抜いて3ループ同時に糸を引き抜きます。細編み1目、増し目なのでこの1目に対して2つ細編みを入れます。こんな感じで11段目まで編んでいきます。12段目です。まず細編みを3つ編んでいきます。増し目になるので細編みを2つ入れていきます。次に鎖編みを6個作ります。1、2、3、4、5、6。編み地を裏返して立ち上がりの鎖編み1目、立ち上がりの目を飛ばした次の目の上半目に針を入れて細編みをしていきます。ちょっとやりづらいかもしれないです。細編みを11個作っていきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。次は14段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、減らし目を1つ編み、細編みを7つ作っていきます。1、2、3、4、5、6、7。次は減らし目です。針を入れて糸を引き抜き、隣の目にも針を入れて糸を引き抜き、3ループ同時に引き抜きます。15段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、減らし目を1つ、
細編みを5つ編みます。最後に減らし目を編んだら16段目は細編みを7個編みます。3、4、5、6、7、これで完成です。鎖編みを1つ編んで長めに糸を切っておきます。結構糸を使うので1メートルぐらい長めに切っておくといいと思います。次に12段目のこの青い部分、この編み図でいう青い部分を縫っていきます。12段目の一番端の細編みの頭に針を入れて新しい糸で糸を引き抜き、鎖編みを1つ、同じ目にもう一度針を入れて細編みを編んでいきます。この時編み端の毛糸はかぎ針の上に置いて編み包んでいきます。隣の目にも細編みを作り、次は減らし目です。立ち上がりの鎖編み1目編んで、次は細編みを3つ編みます。鎖編みを1つ編んで短めに糸を切ります。輪を引き抜きます。これで2の完成です。縫い付ける用の長めに切っておいた毛糸以外の編み始めや編み終わりの毛糸が少し邪魔なので、近くの目にとじ針を通して糸を内側に入れておきます。こんな感じです。余分な毛糸は短めに切って処理しておきます。同じものを2つ作ってこのように合わせて縫い合わせていきます。長めに糸を切っておいたところを編み地が奥になるようにして編んでいきます。編み終わりの近くの目に針を入れて糸を引き抜き、鎖編みを1つ編んだらもう一度同じ目に針を入れて細編み、左回りに順番に
針を入れて2枚同時に編んでいきます。ちょっと減らし目のところは編みにくいかもしれないです。だいたい同じところに針を刺して細編みを編んでいきます。3分の2ほど編んだところです。綿を少し入れていきます。編み地が細いのでペンなどでギュッギュッと詰めながら綿を入れていきながら編んでいきます。最後ぐるっと一周編み終えたところです。糸を短めに切って輪を引き抜きます。とじ針に糸を通して1目目の頭に針を入れて最後の目の奥の半目に針を入れて引っ張ります。玉結びを作ります。近くの目に針を入れて玉を中に入れます。余分な糸を切ったら2の完成です。次にろうそくの火を作っていきます。左手の人差し指に糸を2回巻きつけ輪を持ちます。針を輪の中に入れて糸を引き出し立ち上がりの鎖編み1目、1段目は輪の中に針を入れて細編みをしていきます。1段目は6目細編みを編んでいきます。6目編んだら針を外して編み始めの糸を少し引いて引っ張られた方の糸を引きます。もう一度編み始めの糸を引っ張って輪を閉じます。1目目の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は2段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んで今引き抜いた目に針を入れて細編みを編んでいきます。2段目はすべて増し目なので2目ずつ細編みを編んでいきます。12目目で色を黄色に変えるので
12目めの細編みの途中で止めて、最後の糸の引き抜きを黄色い毛糸で行います。1目めに針を入れて黄色い毛糸で糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、3段目はまず細編み増し目の順で2回編みます。で、この黄色と赤色の編み始めと編み終わりの毛糸は使わないので切って、黄色の編み始めの毛糸と赤色の編み終わりの毛糸同士で結んで取れないようにしておきます。続きを編んでいきます。細編み増し目、次は1つ細編み、次は長編みの増し目を編んでいきます。長編みはとかぎ針に糸を1回引っ掛けて2ループずつ糸を引き抜きます。もう一度長編み、増し目なので同じところにもう一度針を入れて長編み、次は細編みの増し目です。次は細編み、細編みの増し目、細編み、細編みの増し目です。この黄色の毛糸で縫い付けるので長めに糸を切って輪を引き抜きます。とじ針に糸を通して1目めの頭に手前から針を刺し、最後の目の奥の半目に針を刺して糸を引きます。これと同じものをもう一つ作って、この編み終わりの毛糸で縫い付けていきます。邪魔な毛糸は短めに切っておきます。編み地同士を合わせて最後の段の頭に目を拾いながらぐるっと一周縫い付けていきます。ぐるっと一周縫い付けられたら、ちょっと緩んできたら嫌なので近くの糸1本を拾って1回ギュッと縛りました。中側に適当に針を入れて、もう1回縛ってます。適当なところに針を刺して
糸が出てきたら嫌だったので、ちょっとここで玉結びをしています。どちらでも大丈夫です。ちょっと糸が短くてすごいやりづらかったので、長めに糸を切るといいかと思います。玉を出したところにもう一度針を入れて、糸を引き抜き玉を中に入れます。余分な糸は切ります。これでろうそくの火の部分の完成です。次にろうそくの部分と火の部分を縫い付けていきます。とじ針に茶色い毛糸を通して玉結びをします。もうちょっと毛糸は長い方が良かったです。この位置で縫い付けると決めたら、2の裏側の適当なところに針を刺して玉を中に入れます。綿がしっかり詰まってると、玉は出てこないと思います。火の部分の下を刺して2周ほどぐるっと茶色い毛糸でろうそくと火を縫い付けていきます。緩んでこないように根元でこんな感じで糸を縛って適当に編み地の中を通して針を出し玉結びを作ります。玉を、針を出したところにもう一度針を入れて玉を中に入れます。ちょっと茶色い毛糸が見えているところをかぎ針で中に入れて完成です。こんな感じで数字の2ができました。ケーキなどに刺す場合は
適当に爪楊枝など細いもので編み地をこうブスッと刺して、ケーキにもブスッと刺すと簡単につけれます。撮影の時だけにして、お子さんなどが遊ぶ時は爪楊枝は取っておいてください。結構可愛くできたかなと思います。ぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。